日清戦争の結果最初の植民地として日本が領有していた台湾です。これはヨーロッパのカメラマンが大正10年頃に撮影したもので、台湾総督が台湾を視察する様子を記録しています。台湾には日本統治下で高砂族と呼ばれた先住民をはじめ多くの民族が暮らしていました。これはアメリカのニュースカメラマンが撮影したもので、先住民に日本式の農業を教える日本人警察官です。これは先住民の子供のための学校です。教師は警官が務めることが多く、日本語教育が行われていました。これは大正12年摂政裕仁親王の台湾行啓の準備を記録したものです。台湾の先住民高砂族が日本人の指導のもと歓迎の踊りを披露する練習をしています。お辞儀など細かく手順が決められ、リハーサルが繰り返される様子が記録されています。